ビョンビョン。こっちチェックしていくと、ここが一番くる。なんでこういう音がするんだろう。ここすごいな。はいはい、これフランスコーヒー。というかね、食べ方が変わったんや。猫はワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は松山市の山里、久保の町に引っ越してきたばかりの猫ちゃんと飼い主さん、黒田君代さん家を訪ねます。どんな変化があったのかな。猫は寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い、伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。やってきたのは松山市の南、戸部町に近い山里、久保の町。ここに引っ越してきたのはフリーライタープロデューサーの黒田君代さん。民族学が大好きで山の暮らしを研究し、自ら住んで体験する人。こっちが水道水で、簡易水道で、こっちが山水というか地下水。ほら、温度が違う。基本こっち使ってる。自宅も図書館みたいに本がいっぱい。いやー、空気が美味しいですね。僕毎日飲んでますけど、ガブガブこの空気を飲んでますけれども、はい、やっぱりいいなって思います。ここは何地区っていうんですか。松山市九谷地区久保の町と言います。はい、今年引っ越してきたんですか。そう、この6月1日に引っ越し完了。お、はい、それまではまあ市内にいたり。そうですね、市内にいたり、まあ、九谷地区には長くもともといたので、奥九谷というところに。なのでもともと馴染みのある土地です。はい、やっぱり帰ってきたかった。気持ちは帰ってきたです。帰ってきた、はい、ただいま。ようやく帰ってきたって感じ。どういう地域なんですか。空気が美味しいのはよく分かりました。もともと取材で僕この土地入ってきたんですけど、25年前に、やはり惹かれていったのはやっぱり歴史の濃さ、そしてやっぱりお遍路さんの文化というものが日常の中にある、当たり前にあるっていうことに最初すごく惹かれていきました。一辺上人、鎌倉時代中期を代表するお坊さんですけども、日本の仏教をの、まあ、革命者であるとも言われる一辺上人が悟りを開いた場所。これはすごく日本の歴史思想史を考えていく上でも重要な場所というふうに思って
て興味を持って25年前に、この一帯をですねフィールドワークしたことがきっかけです。今もまだ追いかけてる感じ。一辺さんの、周りといいますか、そういうお坊さんたちがたくさんいた場所であることは間違いない。そういう、宗教的な聖地でとしての歴史がですねいろんなところにやはりこれが見える、でもともとそういう力のある場所だったのだなというふうに、住みよいところというのは挙げられるかと思います、はい、黒田さんと共に引っ越してきたのがポーちゃん。そうなんですよ、うちの連れ合いでございますけど、ポーちゃんというのは、人間で言えばもうね100歳超えてるからっていうような、様子が変だね、様子が変だね。もともとの出会いはどうだったの？もともとの出会いはですね、東雲短期大学の名誉教授やの松井博光さんが、猫のねもらい手を借り手を探してるもということで、それで連れて行ってきたと。もともとは校内で飼われてたっていうか、まあ飼っちゃいけないんだろうけど、学生聞くところによると、あの学生さんたちがまあ、あの拾ってきて、それもかなり病んでる状態だったらしくてね、怪我とか病気とかで、まあ、そうやろうね。で連れて学校へ帰ってきて、それで、病院へ連れてって、でしばらく手当てをしていて、で、まあ、元気になったもらい主さんっていうので、いくつかの家を転々として私のところにやってきたらしいんで。そうなんです、はい、じゃあ出会った時はまだ幼猫さん。いやー、それがね5歳ぐらいじゃないか、というのが私と松井先生の推察なんですけど。どんな猫ちゃんですか、あの性格的には。性格的にはね、ものすごい乱暴な猫です。そうは見えないです。もともと乱暴、乱暴な猫 で特徴は腕力が非常に強い、腕の力がね。じゃあパンチが飛んでくる。むっちゃパンチ強い。見えない。犬とかパンチして泣かしたりしてましたから、あの非常に荒々しい性格の猫でだったんですけどね、やっぱ年を取ったらだんだん丸くなって。女の子で。おばあちゃんです。年を取ったら丸くなって、今普通の猫みたいな。普通っぽいです。普通っぽいでしょ。昔は悪だったのよ。むちゃむちゃ悪だったね。乱暴者。ものすごい性格きついし、腕力はあるし、ふてぶてしい、面構えでのしのし歩いてるっていう、黒田さんと相性は良かったんですか？だから、あの僕も様々な猫を育てて見てきてますけども、とにかくこの子遊びたいんだと思って、でしかも乱暴な遊びが好きだから、なのでもうなんかもう本当にファイトするような犬とファイトするみたいな感じでね、乱暴な遊びを してやってた。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。この間も開ける言うたて、中広いんですね。向こうは水場です。広いと、トマトと現役です。失礼します。こんにちは、お邪魔します。昔のまんまですね。
昔知らんけど。立派な。あの小窓みたいなのが、はい、助成金いただいて屋根を直した時に作りつけてもらったんです。立派な。にゃー出てきたよ。はい、どうぞ。これもう、まつげなんだよね。よう抜ける、ね。めっちゃなついてる。そうなんよ。最初からなついたよ。クロちゃんが。この猫は誰もになつかんのよ、みたいななついて。そうなんですよ。うん、撮影出てきた。え、そんなテレビの番組じゃないの、うん、そうや。本当です。ね、食べるもんだってね、お野菜とかが自然に多くなるじゃない、いただくからさ、いただくんですか、ご近所に、ご近所にいただいて、ここの朝を、朝というか気がついたらこの椅子の上にさ、野菜がさ、や、うわっとあるなんということ持ってっとったけんの言うていいお付き合いができてますね。だからこういうお野菜も もちろんねお野菜いただき、ご近所付き合いさせていただきながら、今度は自分が、ね、皆さんにお返しできることを返していくっていう、そういう持ちつ持たれつ社会っていうのがね、戻に自分がまた戻ってきてね、で多分これがいって生きがいじゃないですかになっていくんですよね。美味しいお野菜やお米とかを食べて、そしてそれをまたこう返していく、何かの形で、あの物じゃない姿でね、で結局それで互いがみんな幸せな日常といいますか、なんてことない幸せな日常みたいなものがキープできることが多分一番幸せなことなんじゃないかなと思うんですよ。絶対ね、自分だけがなんて無理ですから、ねえ、やっぱりあの自分が食べて何か美味しいっていうより、自分が作ったものを人に美味しいって言っていただく方がさ、何十倍もやっぱり嬉しいじゃない。それと多分お互いが嬉しい嬉しい、よかったよかった、言い合いっこしてる社会っていうのは、あのすごくあの平和ですよね。ただいま、お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。別世界観みたいなのがあってね、入り口というか、そう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 。で周りにだからなんていうか、あの砂漠さんのはない、寸断されてるんだよ。はいはいはい。ここの神社にはちょっと秘密がある。いいお屋敷だと思いますよ。これはですね、ここでまあちょっとお参りをさせていただいて、音を聞いてもらいたい。ちょっと中へ上がっていただいて、でここでもう一回柏手を打ってみますね。音が反響する、ブンブンってブンって、これはPA ですね。 PA ちょっとこう、音の響きがわーんとこう回るように、これを、僕はこれ、まあ、自分が調べたんですけども、これを泣き流というらしい。どういう字書くんですか。多分泣く流だと思う。流が泣く、 cry の泣く、泣く、泣くは、あ、そうそう、 cry、 流、ドラゴン、ドラゴン cry、ビョンビョン。ちょっと大きくしていくと、ここが一番くっつく。
なんでこういう音がするんだろう。ここすごいな。唐揚げたまえ、清めたまえ、来るんだよ。この効果だよね。これを、おそらくこの上のこの反響もさることながら、ね、ちゃんとこう、これでおのでもおのとか狂言とかしたときにこの社の迫力が出るんじゃないかな。松山市内にいた時とここに来た時とか何か変わりました？はい、やっぱ年なんていうのこともあるんだと思うんですけど、半年ぐらい前やっぱどんどんこの食欲が減っていって、動きもあまり動かなくなって、このまま弱っていってね、ずっと眠り続けるような時間が長くなるのかなと、ある意味覚悟をしていたんですよね。もう最後の時間に入るかなと思って覚悟してたとこが今年に入ってちょっと顕著だったんですけど、こっち引っ越してから、はい、妙に食べるようになって、はい、本当大丈夫っていうぐらい食べる、はい、で、はい、食べ過ぎると吐き戻すじゃない、猫ってさ、はい、で吐き戻してないんですよ。だからちゃんと消化してる、はい、出て、はい、でそうなってくるとよく動くようになって、よく動いてるんですよ。だんだん衰えてきたジャンプ力も戻ってきてる。ジャンプ力まで戻ってきた。戻ってきてるんですよ。で快活になってる感じがしてるんです、この6月からですね。とにかく食欲は本当にあれっていうぐらい。大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。じゃあ見た目も、見た目もだからちょっと筋肉ついてきてるような感じがして、だから食べてちゃんとこいつ筋肉に変えてんだなって、それでジャンプ力というか動くようになったなっていうふうに思ってるんですけど、それは本当ここ2週間ぐらいちょっとあれっていう感じで。どうしてでしょうね。なんでだろうね。これまでずっと家猫さんでやってきて、だから外の世界もあまり興味ないし、自分から行こうとも思ってなかったというか、怖がってたんですよ外の世界を。でこっちに来てから自分でこう網戸を開けてね、まあ、出てでもそううろうろせずに、まあ、近いところにいて、でそれこそ家の周りっていうのもカエルはたくさんいますし、バッタもまあたくさんいますし、ガとかもねたくさんいるでしょ、虫とかさ。で普通子猫の時代って何の喜んでかけましたりするけど、年取ったらもう相手にもしないって感じじゃないですか。ところが今はそれがちょっと面白いみたいで、子猫みたいにじゃれたりはしなくてじーっと見てますね。なんだろうこれはっていう、というんで自然と運動量もう増えるだろうし、好奇心も戻ってくるだろうしっていうので、あの子なりになんかこう忙しいんじゃないかなっていうふうに、その寝てはいるけど起きてる時はそういう時間みたいなものができてきて、で新陳代謝も良くなったのかなと。町に比べてまあ若干気温も低いっていうのもあって過ごしやすいっていうのもあるし、陰にじっとしてれば涼しいですから、そういうことも関係してるのかな。でそれは猫だけじゃなくて、実は金魚とかメダカも一緒に引っ越しをしてきて、でスイレンバチで飼ってるんですけど、これはねあれっていうぐらい調子がいいんです。コンディションが分からないんですよ、なんでかは分からないけれども、
コンディションが、魚のコンディションがぐっと良くなった。あれなんだろうな、気温とかなんのか、水もいいんだと思うんですよ。いや、あの地下水がうち出てるから、地下水をねお水にあげてるけれども、あのお魚たちはそれも多分いいんだろうなっていうふうに、カルキ も当然入ってないし、水道水でカルキ抜きとかもしてないし、まあ期限よくやってるんで、で本当に餌よく食うし、この金魚たちもね。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。あと夜が静かそうですよね。夜がむちゃくちゃいいんですよ、うん、周りにねあんま街灯がないで、建物もあんまないじゃない、はい、でもう緑があるか、ね、田んぼがあるか畑があるかじゃない、だから光が少ないんですよ。だから、まあ、星は綺麗ですよね。でやっぱこの闇っていうのがすごく落ち着くんですよ。はい、夜もよく眠れます？夜すっごい寝てる。だから寝てるというか、これ寝るというより気絶じゃないかっていう感じ寝てる記憶がないというのか、なんか寝た本当気絶じゃないかっていうような深いとこへ行ってる感じがは しますね。へ、すっごく深いとこへ深いとこへ行って、朝起きたら元気になってる。多分ねこれね重ねると疲れが違うんじゃないかと思う、溜まり方が、うん、それで猫ちゃんもぐっすり寝て、それはあるかもしれない、元気になってる。もともと僕睡眠障害の傾向です。そうなんです。それは医者にすごく言われる。睡眠障害ってのだから、寝ててないっていう、寝てるけどあなた寝てないよって、ちゃんと休めてないよ、そうそう、それで自律神経おかしくなってるよとか、そういうのはお医者さんに指摘されたことがあったんで、まあ、意味が分かんなかったけれども、今はすごく寝れてる感じがしますね。元気になってきた。多分見えないところでそうなってるんじゃないかなと思います。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば、不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、ぼーちゃんもいいとこ来ましたね。いや、でものびのびやってますよ。カエルとかじーっと見てたらさじーっと見てな、首ひねってじーっと見てて、そっか、この子にはこれまでこういう時間はなかったよなって。松山市内にお住まいの時に私ポーちゃんお会いしたことがあって、その時もう全然相手にしてくれなくって、こたつに入りっぱなしでしたもん。そうそう、もう人間嫌い。性格変わりましたよね。この猫はね、本当に性格変わった。変わった。もうふてぶてしいし、人間嫌いだし、もう勝手にしてろよみたいな、俺に構わないでくれみたいな、そういう人生だった。ここに来て変わったの？道後にいる頃からちょっと変わってきたんですけども、もうこちらに、まあ、九谷地区に来てどん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 、まあ年取ったらそんなのかよく分かんないけど、人に懐くようになったんですよ。はあ、初対面の人でもにゃー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 言うっていうのは、ね、僕としてはびっくり。私もびっくり。びっくり。あれってな、急にお前懐くのっていう感じ。そうそうそう、ね、変わるもんですね、環境で。だからもともとこれひねくれてたんですよ、こいつは。ひねくれてたんですよ、はい、でそれがねもうすっかりないね。ねじれがね、もう全然取れてまろやかな感じで、
で人が来たらにゃー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 言うて喜ぶんですよね。まあそんなこうしつこく遊んで遊んではしない子だけど、でも基本ウェルカムな感じになってて、それはこうちょっとここのところ変化ですね。友達というよりはもう本当に今もうこうなってくると連れ合い状態で、あ、もう長い、もう何年ぐらい一緒に、長いよね、10年ぐらい、10年以上一緒にいるんじゃないかな。だからもう何あの話したら話しかけたら話してくるとか、呼んだら来るとかさ、あの、そうといえばかと、だから朝もうぼちぼち起きなさいとか朝起こされるん で起こしておいて自分は寝るとかね。なんかいなくなると不安になるよね、顔見ないと。そういう関係性ができてしまったよ。ハンディを持つお子様へ、ケローグループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるペローグループ。ぼーちゃんとね、これからこの久保の地区で暮らしていくわけですが、そうそうそう、連れ合いとしてぼーちゃんに何かメッセージありますか？メッセージ、メッセージ、うん、まあ長生きしてね。お互いなって言って、いや、お互いなって言われそうで、お互い仲良くしてねえで、お互いなって細やなみたいな感じで、そうやな。お前が先にくたばるなよ、ほうやな。先にくたばるなよ。そうやな。俺あのねえ、うん、飯の準備しないといけないからさ。いいコンビですね。そうなってしまったよね。ね、うん、そうなってしまったよね。ぽーちゃん、ぽーちゃん、ほうにゃにょ、はいはい、じゃあ私もおいとましたいと思います。また秋頃、そうです、ね、収穫の時期に来させていただきたい。新米を食べに、新米おいしそう、彼岸花の頃に。あ、いいですね、ありがとうございました。はい、どうもどうも。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センター全てに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン、猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。